2002年ソルトレイクシティオリンピックは2002年2月8日から2月24日までアメリカ合衆国ユタ州のソルトレイクシティで開催された21世紀最初のオリンピックであり2000年代最初の冬季オリンピックでもある前々回のノルウェーのリレーハンメルが冬季五輪開催地で最も北前回の日本の長野が冬季五輪開催地で最も南だったのに対し 今回のソルトレイクシティは、当期五輪開催地としては最も標高の高い都市での大会として話題を呼んだ。なお、アメリカでは、下記の1996年アトランタオリンピックに続いて最も直近に開催されたオリンピックでもあった。テーマは、Light the Fire i In。同名のテーマ曲を、デイビッド・フォスターが作曲、カントリー歌手のリアン・ライムスが、 開会式で披露した。1995年に行われた IOC 総会で1回目の投票で開催が決定した。ソルトレークシティでのオリンピック招致は1932年、レイクプラシッドオリンピック1972年、札幌オリンピック1992年、アルベエルビルオリンピック1998年、長野オリンピックの大会に立候補したが、 いずれも落選している。特に1998年のオリンピック開催招致では決戦投票で日本の長野市に敗れた。表情の奇跡と言われた1980年、レイクプラシッド大会アメリカ代表のアイスホッケーチームが聖火台に転嫁した。2000年代最初の冬季オリンピックはテロリズムを警戒する厳重な警備体制の中開催された。 本大会は、ジャック・ロゲ氏が、国際オリンピック委員会の会長に就任してから、初のオリンピックとなった。開会式では、前年の9月11日に起きた、同時多発テロの中心地、ニューヨーク世界貿易センタービルの跡地から発見した、アメリカ国旗が入場し、冬季オリンピックでは初めて大統領が出席した。アメリカのスケルトン代表の事務所へ選手による、選手宣誓、 そして1980年レイクプラシッドオリンピック男子アイスホッケー優勝のアメリカ代表チームによる成果の点火が行われた。ショートトラックスピードスケートの男子1000メートルの決勝で選手が次々と点灯する中、オーストラリアのスティーブン・ブラッドバリーが南半球勢として初の同期オリンピック金メダルを獲得した。この模様は日本では NHK。 ピタゴラスイッチのマルトの集団でも取り上げられている。日本勢は地元開催だった長野オリンピックに比べて不審で金メダルは1個も獲得することができず前回長野の金メダリストであった2人の獲得した2個にとどまった。またお家芸とも言われたジャンプも団体で5位入賞を止まりに終わった。前回長野では男女もに5位だったカーリングも初戦から 連敗続きで早々にメダル争いから脱落するなど結果は全く残せなかった。ソルトレークシティ内の会場のほか、ユタ州内北部に点在するいくつかの会場に分かれて開催された。ソルトレークシティオリンピックでは以下のようにトラブルがたびたび発生している。ありがとうございます。